ちょっと前なんですけど、人生で初めてクレジットカードを落としまして。あ、もしもし、カードをちょっとなくしてしまったっぽくって、でも履歴を見ると悪用はされてないので、ちょっと家の中でなくなっちゃったかもしれないんですけど。本当に気づかなかった。今まで財布とかカードを落とす人、アホやんって思ってたけど、本当に気づかない。落としてから次の日に気づいたんですよ。すぐ気づかなかった。こうスーパーで会計しようと思って、あれ？ないな。家の中探してもなくて、さーって真っ青になってったっていう。で、クレジットカードを落とすってことは、もう悪用されるしか頭の中にないわけよ。だから、一刻も早く止めなきゃって思ったのね。JCB もビザも電話24時間受付なんですよ。私自分がこうなってみて初めて電話しようと思って調べたけど、24時間なのね。やっぱり落とす人が結構いて、すぐ止めれるように、まあ、対応できるように24時間になってるんでしょうね。だから夜勤の人大変だなって思った。夜9時半くらいに電話して、はい、そうですね。とりあえず止めるだけでもできますか？もう絶対再発行する感じ。でも、あ、1000円なんで、はい、再発行で大丈夫です。はい。なんかね、ただ止めるってことができないみたいなのよ。再発行か退会になります、だって。再発行してくださいって言ったんだけど、その再発行手数料が1000円だった。1100円かな？あれ？意外と安いなって。まあ、ダメージ少なかったっす。3000円くらい取られるかと思ったよね。SIM 再発行手数料3000なのに。で、私さ、その落としたカードがちょうど2020年の4月までだった気がしたのね。有効期限が。だから、あ、ちょうどいい時になくしたなと思って、もうそのまま切り替えで新しくできませんかねって言ったら、それで多分2020年の4月までなんですよ、ちょうどそのカードの有効期限が。なので止めてもらって、新しいのが来たらそれは使えるみたいなのだと楽かなと思ったんですけど、あ、はい、何でもいいんですけど。いや、期限が切れた後もカード番号は変わらないのでって言われた。そりゃそうだ。で、再発行したカードは不正防止のために番号がちょっと変わりますと。で、最後の数字が1234だったら1256になって再発行されるみたいな。で、そのなくしたカードで公共料金の支払いとかされてますかって聞かれて、いや、私もう水道、ガス、ネット代、携帯、全部このカードなのよ。だから、はい、全部これで払ってますって言ったら、クレカ番号は変わるけど、もう勝手に引き継がれて、ほぼ自動でこのまま引き落とされます。でも完璧じゃないので、一応確認してくださいって。これすごくね？これはラッキーだった。で、全部カード番号変わった手続きしないといけなかったら大変だったよ。丸1日かかってた。そんで1週間か10日で、まあ、自宅に新しいカードが届きますって感じでした。なので、公共料金の全ての支払いをしてるカードをなくした人はね、うわーってなると思うんだけど、私の場合 JCB だったから、ビザはどうかわかんないけど、カードをなくしても、今はハイテクで、そんなに心理的負担はないっていうね。再発行手数料も1000円だし。だから自分で経験してみて、カードなくすのって、そんなに怖くないなって思った。そんなにテンパらなくても大丈夫。で、電話した時に聞いてみたんだけど、もし不正利用されたら、60日間遡って、全額だったかな？ちゃんと帰ってくるとのことでした。で、とりあえず止めたら安心して、沖縄のショッピングモールで、このスーツケース、切ったね。もうすぐ帰るから、ちょっと片付けてんだけど。で、このスーツケースを買ったのが最後だったのよ。その時まではあったわけだから、もしかして、このショッピングモールで落としたんかな？と思って、電話してみたのよ。そしたら、普通にあったの。忘れ物センターに保管されてたの。クレジットカードなくす、イコール100%悪用されるだから、届いてるなんて思わないじゃん。え？届いてます？って思わず言ってしまった。びっくりしすぎて。私全く気づいてなかったんだけど、多分このスーツケースを買った時に、そのまま
レジのとこに置き忘れてきちゃったと思うんだよね、カードを。で、お店の人が保管してくれてたんだと思う。で、館内アナウンスで呼びかけたんですけど、気づかれなかったみたいでって言われて、確かにこれ買ってもうすぐ帰ったのよ。館内アナウンスまでされてたっていうのがウケるよね。私はテンパってとりあえずすぐカードを止めたんだけど、最初にこのショッピングモールに電話してたら再発行しなくてよかったし、再発行手数料もかからなかったし、まあ、カード番号変わることもなくて、Amazon とかネット通販系はまた全部入力し直さないといけないから、そういう手間もかからなかったっていうね。この JCB の人も電話した時に、どこでなくされましたかって聞いてくれたのよ。今沖縄に来てて、沖縄でなくしました。おとといなんで6日ですね。6日の、夜9時以降ですかね。夜9時前に買い物して、それが明細に残ってるんで、それまではあったんですけどね。はい、そうですね。今日気づきました。多分店の中か、車に乗るときかって感じですね。ちょっとわかんないです。はい。その時に、まずその施設に電話してみた方がいいと思いますって言ってくれりゃよかったのにね。そしたら私も、あ、確かにそうだなってなったのにな。だから言いたいのはね、みんなもね、カード落としたってなったら、テンパって、まず止めなきゃって止めようとすると思うんだけど、仮に悪用されたとしても、そのお金はカード会社が、まあ、保証してくれて帰ってくるし、その前にどこで落としたかをよく思い出して、最後に行ったお店とかに電話した方がいい。そしたら意外と保管されてて、再発行手続きとかしなくて済むから。今回の件ですげえ勉強になりました。意外と人間優しいなっていう。まあ私の場合はお店の人が拾ったと思うんだけど、まあ財布もそのままで届くときは届くしね。で、まあ、再発行することになって、カード番号が変わっても、公共料金の支払いは勝手に引き継がれるっていうハイテクね。でもね、なぜかアプリの課金系、ジャンププラスとかは決済できませんでしたってエラー来てますね。他は番号変わってからほっといても引き落とされてるけどね。てか来月、4月ずっとマレーシアにいるから、なんか引き落とせないよって電話かかってきても、物理的に出れないっていうね。あーやだなー、こういう不安抱えて海外行きたくねえんだよなー。あーやっちゃったなー。こう不安要素なく晴れ晴れした気持ちで行きたいよね。18くらいの時に4000円入ったスイカ落としたんだけど、今回はそれ以来だったかな。財布はね、多分一回も落としたことない、奇跡的に。でもそのうちやるでしょうね。人間って生きてたらこういう大事なものを落とすって経験を人生で一回は必ずやるじゃん。絶対それは避けられないのね。落としたって気づいた時の血の気が引く感じが本当に嫌だからね。人生クソなんだよね。生まれたくなかった。まあ逆転の発想で、落としてもなんとかなるから落としても別にいいじゃんって考えることだね。まあ、カードの場合は不正利用されてもお金返ってくるわけですから。あ、それ見覚えないです。SO ネットでしたっけ？いくらでしたっけ？そうですかね。先月って何月何日に引かれてます？その同じところ。あ、ソネットか。あ、これはあれですね。あ、すいません。うちのあれでした。ネットでした。ソネットですね。はい。すいません、はい。はい、そうです。3A で買い物したのが最後で、それ12,980円ですよね。はい。あ、はい、ありますね、券。あ、もう引き落とし終わってますけど。ちょっと待ってくださいね。発券は、あれですね、当日空港でって感じで、でも、料金はもう引き落とし済みですね。ですね。あ、大丈夫です。まあ、あれですよね、ほとんどの場合、その公共料金とかほぼこのリクルートカードでいっぱいやってるんですけど、ほぼ勝手に引き継がれる感じで。はい。はい、わかりました。はい。はい、ありがとうございました。助かりました。